ツイステッドワンダーランドのメインストーリー続きから見ていきたいと思います。いやー、ハラハラドキドキの展開が続いておりますね。楽しみ。次はポムフィオーレ戦となっております。勝てるでしょうか。いや、勝つんだけどさ。行こうか。冥界ルール。瞳緑、特にあれは変わらんから。あ、ルーク先輩連れてこう。これでリリアデュオ組めますね。ちなみにルーク先輩の相方もリリア。あ、違うか、こっち両服だから違うのか。見れる？ステータス見れんくね？見れないわ。あ、行こうか。スタート。ボルト、ボルト、大丈夫？兄ちゃん、大丈夫だよ。まだ体がビリビリしてうまく動かせないけど。割れてるね、インクが。インクのケース？なんつうの？ガラス瓶？雷帝の槍、倉庫の隅でほこりかぶってるガラクタだと思ってたけど、これほど厄介な代物だとは。ステークス製の魔導アームスと違って、イニシエの魔法道具は僕のコントロール下には置けない。あの槍を持ち出してくるなんて盲点だったよ。さらに自分たちの魔力を直接槍に充填して威力を上げてくるなんて。これだからゴリ押し脳筋プレイヤーは嫌いなんだ。向こうがゴリ押しプレイをするならこっちもパワーで押し切ろう。大丈夫、このボディは超パワータイプだ。それに僕、兄ちゃんと一緒なら負ける気がしないよ。なんかすごい悪役側のはずなのに、なんだろう、胸熱って、なんかこうグッとくるんだけど、なんか攻めれないこの二人を。タルタロスの出口までもうすぐだ。頑張れる。もちろんさ、友達もみんなまだまだやれるって。おさと、もうすぐ、おさと。なんか全然協力してくれる感じないよね。すんげー執念を感じる。やっと、嬉しい、嬉しい。グリマずーっと石食う落としてる。行こう、ボルト。うん、兄ちゃん。またタルタロスの壁を登り始めた。グリム。雷帝の槍、80% 充電が完了しました。あ、なるほど、充電しといたってわけか。今使える魔導エネルギーをすべて集中させ充電に当てたが、100% には至らなかったか。 80% あれば十分よ。ありがとう。ここは戦いの場になる。ステュークスの皆さんは安全な場所へ。わかった、どうか無事で。私たちのすべきことをおさらいしましょう。まずファントム化したオルトからイデアを引き剥がし、オーバーブロッド状態を解く。次にオルトに取り込まれているグリムを救出。そしてオルトと融合し、冥府から抜け出したファントムたちを再び冥府へ送り返す。ミッションが多い。最後にケルベロスシステムを復旧し、タルタロスと冥府を再び封印する。大丈夫、僕たちはオーバーブロッドしたヴィルさんを正気に戻してVDC で踊り切ることだってできた。今度だって絶対やれる。コジャガのくせに言うじゃない。それでこそさ、ムシュヒメリンゴ。さあ、私たちの準備は整った。管制室の皆さん、ケルベロス復旧のメドは立ったのかい？状況は芳しくない。タルタロスと冥府を制御しているケルベロスシステムは本来は万に至るシュラード家の遺伝子認証によってシャットダウンおよび再起動が行われる。しかし今回の事態を引き起こしたのはシュラード家の人間だ。緊急事態発生時のために設定されている制御コードを何度も打ち込んでいるが、オルトに全て書き換えられてしまっていて、外部からのコマンドを受け付けない。手を尽くしてはいるが、しでかしたことの始末は
自分でつけてもらうしかないということね。わかった。イデアとオルトのことは私たちに任せてちょうだい。了解した。我々も引き続きできることに全力を尽くす。イデアさん、正気に戻ったらおとなしく従ってくれるかな。無理だろうな。絶対ダメだと思う。従わなくても従わせるわ。ナイトレイブンカレッジ流の方法でね。ナイトレイブンカレッジ流って？入学式の日に言ったことを忘れたの？小さなジャガイモちゃん。ナイトレイブンカレッジでは弱者は強者に従うのがルールよ。負け犬がガタガタ言う資格はない。私たちが勝ったらイデアの意志がどうあれ従ってもらうわ。弱肉強食、我が校の校風は実にシンプルで美しい。迫ってる。来た。チャリオットは僕が操縦します。先輩たちは攻撃に集中してください。エペル君が操縦を？大丈夫かい？地元じゃ農業運搬車で畑作業を手伝ってたんで、屋根のねえバギーの運転は慣れっこです。頼もしい。さあみんな乗って。いい顔してるなエペロン。いいこと？あんたたち、ここが最終防衛ラインよ。私たちの日常を取り戻すためにもこの戦い負けられないね。クリム君を助けられるのは僕たちしかいない。けっぱろ監督生。今こそナイトレイブンカレッジで最も古く最も美しい我らがポムフィオレの奮霊の魂を見せるとき。行くわよ。兄ちゃん、上を見て。最後はタンクと遠隔アタッカーのパーティーか。盾役が2人いるなんてラスボス戦らしい編成だね。はあ、君らも相当しつこいね。外まであともうちょい。最後でつまずくわけにはいかないんだ。なんで僕らの邪魔ばかりするわけ。ヒーロー気取りか。うざったいな。ヒーロー、いいわね。一度くらいキャスティングされてみたい役どころだわ。でもここにはヒーローもヴィランもいない。あんたと私は我を通したいだけの同級生。最後に立っていた方が夢を叶える権利を手にする。さあ全力でぶつかり合いましょう。最後まで舞台に立っているのはこの私よ。かっこよすぎ。なんかなんつーの。まあまあ一回戦闘ね。遊んでやる。これが最後の戦いだ。一緒に行こう兄ちゃん。勝たせていただくがな。いやそうさ、今までのメインストーリーってさ、前回の主役だった人たちが次の主役たちのなんつーの補佐的な感じで出てくるじゃん。だからなんて言えばいいんだろうな。まあポムフィオーレだったらその前のショーのスカラビアだったっけだよね。が来るけど、なんだろう、今回イデアたちのショーのはずなのにポムのメンツがかっこよすぎて困っちゃう俺がいる。よしやっていこう。火属性ダブルできそうな感じだねこの雰囲気。ルーク先輩相性が悪そうだ。どうしよう。火属性メイン、火属性メインだからこうでいいか。役に立ってよね。頭を使うんすよジャック君。うっす、ラギ先輩。アマちゃんだね。始末した食らえ。まあここら辺はなお合い子だね。また火かなこの感じ。どうしようかな。こうでいいか。真剣に考えた。運よく緑来たらラッキー。どっち置きだ
やけど負った。それに鬱陶しいな。おふざけはここまでにしましょう。リリア、光栄はわしに任せよ。ビル、早く終わらせましょう。何今の一撃、リリアにぶちかました一撃、とんでもない威力だったんだけど。こうだね。あれが獲物かい。役に立ってよね、ルーク。プレゼント期待してるぞ。心から君を祝おう、リリア君。お仕置き邪魔者を。またそれ逃げ切れる。いやずるい、あっち回復してんのこっちずっと火傷ダメージ負ってっかんな。あー、火が来るなこの感じは。いやこうしかないんだ。団体的っす。コンボ決めるよ。あ、俺ミスったこれ。鬱陶しいな。負けそう。ジャック君ったら熱くなっちゃって。俺一人で十分だぜ。5650、いや8650、1706、耐えられないこれ。即死じゃん。いいチョイスよ。あれが獲物か。負けるよねこれだって。感謝の。とっておきだよ。力任せ。笑えるわ。ほらちょっとやり直すわ。勝ったよ。超ギリギリの勝利。4805だよ、4805。兄ちゃん、僕も落ちちゃう。ボルト来る。最低のやりで最後の一撃。ロードポアゾン。ありったけのパワーでぶっ飛ばしてやる、ヤンキー区長。お、どうなんのこれ。縁なんだこれ、縁底、縁で読み方わからない。はもう少し、もう少し。いいでは戻った。オルト君の体が崩れ始めている。チャリオットと限界までよ。せら監督生、オルトザ取り込まれたグリムット引っ張り上げろ。ゴーグー、来たグリム、行くぞ、助け行くぞ。俺もあ、優しい顔に戻った。この声は、コブン、俺様。僕、兄ちゃんのヒーローにはなれなかった。いや、オルト、今度こそお前は置いていったりしない。兄ちゃん、いけない。このままじゃオルトの体ごとイデアとグリムまで冥府に落ちてしまう。行かせない。ビルさん、あんたナスンズ、マサが待つんだ。ビル、え、何これ、どうなんの。ビル先輩、主人公しすぎでしょ。おいおい、そんなに落下した。後悔チャイルド？後悔じゃなかった、開墾だった。僕の一生は僕が生まれる前から全部決まってた。嘆きの島の番人、それが僕の将来の仕事。シュラウド家に生まれた者は
ブロッドを燃やす呪いを血に宿し、冥府の門を開閉するユニーク魔法を持つ。勉学においても魔法においてもイデア様は本当に優秀でいらっしゃる。特に魔導工学分野に関しては専門家も舌を巻いているとか、まさに天才だな。ええ、スデュークスの未来は安泰ですわね。大人になったら何になりたい？普通の子供なら一度はされるであろう質問。誰か一度くらい僕に聞いてくれてもよくない？遥か彼方の栄光を目指し、流星のように駆け抜けろ。頑張れ兄ちゃん。クロノス軍をぶっ飛ばせ。イエイ、ハードモードノーダメクリア。さすが兄ちゃん、見たかクロノス軍め。ああ、僕もスターローグのヒーローみたいに外の世界を冒険してみたいな。僕も兄ちゃんと一緒に冒険に行く。それで二人で悪者をやっつけるヒーローになるんだ。ヒーローか。オルトはなれるかもしれないけど、僕は無理かな。どうして？僕、兄ちゃんと一緒がいい。だって僕は大人になったら家を継がなきゃいけないし。じゃあ大人になる前なら？大人になる前か。うん、大人になる前なら冒険の旅に出たっていいでしょ。確かに、家を継ぐ前なら外に出たっていいかも。本部のセキュリティさえ突破できればオケアノスホールから島の外に出るのは簡単。ということは行ってみようか冒険。行きたい。よし、兄ちゃんに任せとけ。ただの好奇心だった。少し冒険してみたかっただけ。だから考えもしなかった。あんなことが起きるなんて。僕にかかればセキュリティをオフにするなんてちょろいね。こんなに簡単に侵入できちゃって大丈夫？わあ、この中初めて入った。オルト、ちゃんと僕についてこいよ。オキアノスホールから外に出るには水陸両用の魔導ビークルが必要だな。ちょっと待ってろ。次は格納庫の管理システムにアクセスして。お？緊急事態発生。本部のセキュリティシステムが外部よりサイバー攻撃を受けダウン。タルタロス内全収容所のロックが解除。実験棟より被験体 ROS3367A が脱走。カロン班は直ちにタルタロスへ急行せよ。非戦闘員は各自シェルターへ避難を。兄ちゃん、これ何の音？まさか、さっき僕がハッキングしてオフにしたセキュリティって。どうしよう、元に戻さなきゃ。兄ちゃん。大丈夫、兄ちゃんがついてるからな。違う、兄ちゃん。あそこ他の奥に何かいる。怪物。
そこから先は記憶がない。目を覚ました時にはもうオルトはいなかった。まさかたった10歳の子供が世界最高峰のセキュリティシステムをハッキングするだなんて。彼は天才すぎた。それがこんな悲劇を招くことになるとは。脱走したファントムどもはまとめて冥府送りになったそうだ。そうするしかなかったとはいえ、本当に不幸な事故でしたね。僕のせいだ。僕が冒険に行こうなんて言ったから。弟一人守れなくて、どこが天才だ、何がヒーローだ。オルトを返せ、オルトを返せよ。オルトを形成する全部、体、人格、記憶、全部、全部返してくれ。そうだ、戻ってこないなら作ればいいんだ。大丈夫、全部覚えてる。僕なら完璧なオルトをもう一度作れる。一緒に冒険するって約束したんだ。兄ちゃんに任せとけ。オルトを失った結果、違うの、オルトを失って、そしてオルトが生まれた日になったってことなんだ。すげえな、第6章。いや、なんかなんとなくオルトは何かしら訳ありなんだろうなって思ってたけど、辛すぎる。いや、イデアの思いもわかるし、オルトも純粋だったからな。イデア様、部屋に引きこもってからもう2年以上経つ。ああ、もう2年もオルトに費やしてきたんだ。オルト様を失って心を閉ざされてしまわれたのだとか。だが、定期的に大量の魔導パーツを要求なされる。一体何をしているのだろう。ブンバだ、ブンブンブン。はあ、できたぞ、完成だ。急に、しかも声変わり迎えてる。僕はついに取り戻したぞ。イデア様、完成とは何が完成したのですか。何って、オルトだよ。はじめまして、僕はオルト。どう、オルトの記憶や思考パターンを完全再現したんだ。 AI には自己学習アルゴリズムも組み込んである。世界初の自ら成長し続ける魔導ヒューマノイド、それがオルトだ。まさか弟君を作り出したというのですか。それはタブーです、イデア様。は？英雄が冥府から恋人を取り戻す話は美談になるのに、なんで弟はタブーになるんだよ。それは。ああ、やだやだ、これだから凡人は。主観に基づいた倫理観や単なる感情論で他人をジャッジするのをやめてくださらんか。やっぱ2年の間でこうなったんだな、イデアは。仕上がっちまったな。魂なんていう存在の証明が不可能な非物質がなくたって、弟はここにいる。しかも生身の人間よりもずっと強くて頑丈だし、簡単に壊れたりしない。改良を加えていけば、いつか体一つで宇宙の果てにだってたどり着ける。そうだろ、オルト。うん。遥か彼方の栄光を目指し、流星のように駆け抜けろ。そうだよ。クロノス軍もファントムも、今のオルトなら一コロだ。今のオルトならヒーローにだって。前頭前野が活発化し、自律神経が乱れています。適度な休息を取ることを推奨します。きっとここでオルトを生み出さなかったら、イデアの心も多分持たなかったんだよな。それぐらい不安定な状態でやったんだよな。辛すぎん、イデアの過去。僕はどこ
かで間違えたのかな。あの日、冒険に行かなければ。いや、その前にヒーローに憧れなければ、そもそもシュラウド家に生まれなければ、もしも僕らが普通の家に生まれていたら、友達とゲームして冒険して将来の夢を語り合って、いつか本当のヒーローになれたかもしれない。どうしてこうなっちゃったんだろう。僕たちはただみんなと同じになりたかっただけなのに。え、兄ちゃん。オルト、僕を追いかけてきてくれてありがとう。嬉しかった。でも兄ちゃんはまだこっちへ来ちゃダメだ。オルト、どうして。僕もお前と一緒に行くよ。約束したじゃないか。うん、でもそれは今じゃない。漫画の続きが読みたいとか、アイドルのライブに行きたいとか、新作のゲームをやりたいとか、全部を諦めるには兄ちゃんはこの世界を愛しすぎてるよ。はあ？誰がこんなクソみたいな世界愛してるもんか。そんなくだらないこと全部なくなったっていい。くだらなくたっていいじゃない。もう何も諦めなくていいんだよ。兄ちゃんには未来がある。僕ね、兄ちゃんには僕たちがあの日見た夢を叶えてほしいんだ。僕たちの夢、きっと長い道のりになる。くじけそうになることもあると思う。でも兄ちゃんなら、兄さんならどこまでだって行けるよ。夢見た場所がどれほど遠くても絶対にたどり着ける。大丈夫、僕はずっと一緒にいるから。だから諦めないで。オルト、待って。オルト、イデア。え、誰？めっちゃ涙腺来たんだけど。お地蔵、涙出ちゃってマイクオフにしたもん。やばっ、いやえ、俺とどうなるんだろうこれ。イデア。やっと目を覚ましたわね。さあ、早くケルベロスシステムを復旧させるのよ。え、ビル様もしかして。やっぱ近づきすぎちゃって老化しちゃったってこと？かっこよすぎん？だってさ、一番老化に対してさ、なんか言ってたじゃん、メインストーリーでも。老いることに対して剣を抱いてるって言ってたのに、それをそんな分かりきってたのに、ね、リドルの件で知ってたのに、それでもイデア助けに来てくれたって。ビル様もう主人公すぎるだろこんな。僕は一体、いや、それよりオルトは。残念だけどオルトは救えなかった。やっぱそうだ。私にはメープに落ちたあんたとグリムを引っ張り上げるのがやっとで。いやもう、かっこよすぎでしょ女。え、誰？まあその反応なるわな。失礼ね、私を
ビルシェンハイト。ポムフィオレ領長の証たるこのティアラが見えないの。なんでそんなしわくちゃに。しわくちゃですって、失礼ね。伝統と歴史を感じる姿だと言ってほしいわ。ビルさんはイデアさんたちを追いかけて冥府に飛び込んだんだ。それでこんな姿に。僕を追って冥府に。なんだってそんな無茶を。イデア、あんたには冥府の門を閉じ、ケルベロスシステムを復旧してもらわなくちゃならない。そのためにあんたを冥府から連れ戻したのよ。ビルシー、完璧な CG みたいだった顔がしわくちゃに。腰も曲がって髪もバサバサ。やめろやめろ、今すげえ涙腺来てたのに。そんな涙が引っ込むようなこと言うんじゃない。ふん、それがどうしたっていうの。たとえおでいにまみれ老いて痩せさらばえた姿になったとしても、今この時私は世界で最高に美しい。いや本当にそう。ビル、さあイデア、自分がしでかしたことの落とし前をつけてもらうわ。分かったよ、僕たちの負けだ。ゲームセットマッチ、ゲートトゥアンダーワールド。冥府の門が閉じていく。あんたを追いかけて冥府に落ちていく途中、崩れていくオルトの巨体からあんたとグリムが分離されたの。だから二人を救い出すことができた。兄ちゃんはまだこっちへ来ちゃダメか。いつかまたね、俺と。お、カート、これでようやく一段落か。やれやれだ。そうですね、これで冥府から溢れ出すブロッドは食い止めることができた。あとはイデア、次は急いでケルベロスシステムを。ビルさん、いやもう救われないなこれ。ビルさんは多分元に戻る方法が何かしらあるんだろうけど、イデアは報われないのかもしれん。再会パートナーって書いてある。ハッピーエンドかもしれない。ということで、ちょっと今回は時間の区切りもいいんで一旦ここまでとさせていただきます。いやー素敵な、いやビル様かっこいい。イデアとオルトの過去も結構しんどかったね。うん、過去一にしんどい。いや不幸を比べちゃいけないな。うん、グッとくるものがありました。とりあえずビル様には惚れた。いやかっこよすぎる。補佐役として今回は最高に輝いてたビル様。はい、この動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録してくれたらとても嬉しいです。はい、それではシュウヤンでした。またね。